偉人さん答えてちょうだい。毎回いろいろな偉人の方々に登場していただき、視聴者の皆さんのお悩みを解決していこうという時代地域ぶっ飛びバラエティです。本日は細川ガラシャさん、千利休さん、北条時政さん、徳兵衛さんに登場していただきます。お招きいただき光栄です。よろしく。私が北条時政だ。曽根崎心中で心中したものです。今回は独特な来歴を持つ方々にお越しいただきました。それでは早速一つ目のお便りに行ってみましょう。私には優秀な美的センスとカリスマ性を持ち合わせた家臣がいた。しかし意見の食い違いや彼の圧倒的な人気に嫉妬して、一時の感情で切腹を命じてしまった。泣いて謝れば許そうと思っていたのに、私はどうすればよかったのじゃ。偉人ネームリッタンのお茶がもう一度飲みたいさんからいただきました。あなたが今そのように後悔していると知れば、その優秀な家臣もあの世で微笑んでいることでしょう。堂々としていればよいのです。間違いない。主君たる者、自らの行いを悔いてはならないし、それを表に出してはならん。不安げな主君に従う者はいないからな。私の主君は驚くほど堂々と弟を殺していたが、国を束ねる人間にはそれくらいの大胆さが必要なものだ。そう単純なものではありませんよ。この方は今罪の意識と後悔に苛まれているのです。おかわいそうに。そんなあなたにはこの聖書を読むことをお勧めいたしますわ。ルシアの慈しみ深いお心と神の偉大さを知れば、あなたの心もきっと救われるはず。かくいう私も。ガラシャさん、ここで布教活動しないでください。気を取り直して、徳兵衛さんはどのようにお考えですか？僕ですか？人の命は大切にした方がいいと思います。僕が言っても説得力ないですよね。なんかごめんなさい、薄っぺらくて。いえいえ、なんかこちらこそすみません。ではここらで次の質問に参りましょう。私の彼氏は食なし金なしのメンヘラ男子です。最近は自分はダメ男だから自殺するなどと言い出しています。彼のことは大好きですが、正直どうしたらいいのか困っています。皆さんならどうしますか？偉人ネームメンヘラホイホイさんからいただきました。命を粗末にしてはなりません。生命とは神から与えられた賜物です。それらを粗末にするようであれば、死してなお天の国に入ることはままなりませんよ。散り時を知る花とは、その寿命を全うしてこそ美しいのです。僕はなんだか相手の気持ちがわかるような気がします。これだから今時の若い奴らはなよなよして色恋にうつつを抜かしてばかりだから好かんのだ。そんな愛に生きることは人間の本質です。何がいけないのですか？そうやってすぐ感情的になってわめき立てる。図星を当てられて気まずいんじゃろう。僕はメンヘラじゃありません。ただ最愛の彼女と離れ離れになるくらいなら一緒に死のうと言っただけです。それがメンヘラと言うんじゃたわけ。人の世は常に一期一会。大切な出会いを逃さないために真剣になることも時に必要なこと。大事なのは本人たちの気持ちじゃ。深いお言葉ですね。さすが日本を代表する文化人。今回は皆様の愛と死への考え方を知ることができました。時代だけでなく、性別や立場、環境によって考え方は人それぞれになるのですね。勉強になりました。それでは今日はこの辺りでお別れとします。また次回お会いしましょう。さようなら。